今日はワカモレを作ります。ワカモレはアボカドのディップなんですけれども、この思い出は私子供が小さい頃シングルマザーで夜遅くまで働いてたので、リブインのメイドさんがいたんですね。アメリカではメキシコ人の、メイドさんが住み込みで働いてくれるのが、本当にお金持ちの家じゃなくても普通のお家でも結構雇ってるんです。安く働いてくれて本当助かってるんですね。でその時の、ドラさんが美味しいワカモレをなんか毎日のように作ってくれて、それでもう子供たちもワカモレが大好きで、私もその思い出のワカモレを今日作ります。はい、これシュラントラなんですけど、シュラントラは日本人の口に合わないというか、ちょっと匂いが強いから嫌いな人もいるんで、シュラントラの入ったのと入ってないのと両方作ります。ちょっとこんな風に細かく切って、そんなに量をたくさん入れません。メキシコ人はこれ大好きだけど、日本人はちょっと匂いが嫌だっていう人も多いです。はい、だから本当に半カップもないぐらいで、あとアボカドはこうやって切って、簡単にこうやって、私は包丁の裏使ってつるーんって剥いちゃいますね。簡単に剥けます。アボカドは熟したアボカド使ってください。熟してた方が美味しいです。はい、まずはアボカド全部切っちゃいます。はい、はい、これはアボカドはこんな感じで潰します。ミキサーでやる人もいますけど、私は少しつぶつぶが残った方が好きなので、こんな感じで手で潰しますね。こんな感じで潰します。あ、美味しそう。はい、塩を少々入れます。そして、今度はで、その後これ見てください。ハラペーニョ、これすっごい辛いからほんの一かけでいいです。私はもうこれ舌ペラがしびれちゃうぐらい濃いので、でもドラさんとかメキシコ人はもうすごいこれいっぱい食べます。びっくりするほど辛い。でもこれはお好みの量にしてください。あんまり入れすぎると口がもうヒリヒリになっちゃいます。私の好みはこのくらいですね。ほんの小さじ半分ぐらい。それからレモンをぎゅーっと絞って、 OK。 玉ねぎは、玉ねぎは水にさらして、こうやって5分ぐらいさらしたら、さっさーっと切ってください。水気を取ります。小さじ入れます。はい、あー美味しそう。もうほとんど出来上がりですね。どうするかっていうと、シラントラ、これが好きな人と嫌いな人がいるんで2バージョン作ります。半分シュラントラ入り、半分シュラントラなし。これをもうこうやってミックスして、もうこれだけですごい美味しいですよ。もうご飯の上にかけて海苔で食べたい感じ。あ、でもこの後半分はシュラントラを入れます。そうするとシュラントラ入れて混ぜます。とこっちはもっとメキシコ風。シラントラの好きな人はこちらを召し上がれ。おー、美味しそう。美味しそう。いやー、美味しそう。はい、出来上がり。すっごい美味しそう。見てください。はい。シュラントラ入りとシュラントラ抜きのアボカドディップ、日本語で言うとアボカドディップ、メキシコ語で言うと、ワカモレで、このブルーコーンチップっていうのがすごいヘルシーで、ブルーっていうのは要するに青いっていうか紫色 の、 コーンでできたチップで、すっごくヘルシーな、栄養たっぷりの全部ヘルシーなチップスです。油も使ってません。これでこうやってシュラントラ入り、私はシュラントラ大好き。
おいしい。ソニアも食べて、ちょっと見せて。シラントラ入りとシラントラなし。シラントラなし。日本語では多分パクチーって言うんじゃないですか。ああ、パクチーっていうのは日本なんかバクチーみたい。これシラントラパクチーっていうんですね。はい。じゃあこのブルーコーンチップスと合わせて食べましょう。いただきます。いただきます。はーい、食べますよ。いただきます。バッチリでしょ。おいしい。ねえ、だから言ったじゃん。これ本当に見てください。おいしい。おいしい。ニンニクが効いてる。ニンニクが効いてて、玉ねぎのみじん切り。おいしい。ニンニク入れるの知らなかったですね。やっぱりガーリック少し入れると味が引き立つ。へえー。あ、これちっちゃいの。すごい美味しい。カメラで美味しい。星 4.8。4.8 の5じゃないの。5。星5。5スターだね。ニンニクでもメキシコ料理入れるんですか。ニンニクだらけじゃん、メキシコ料理。なんかハラペーニョも入ってるの。ハラペーニョが入ってるからちょっと辛い。ハラペーニョでも思いない。あ、ここにいた。すごいみじん切りにしてあるからね。美味しい。だってメキシコのハラペーニョ、これあの若者ってすんごいスパイシー。口の中だから火が出る。でも子供それ大好き。ゆかりさんパクチー好きなんですか。パクチー好き。じゃあパクチー最初嫌いだったんですよ、匂いが強くて。私苦手です。それが精神安定剤になるって聞いてから、あれ美味しいなって思い出して。どういうことですか。あの精神的に例えばちょっとこう不安定な人だったり不安のある人、このシュラントラパクチーを食べると精神安定剤になるんですよ。静まる。で実際食べると静まる。ちょっと食べてみる、こっちの。でも精神安定剤なんですパクチーは。おいしい。行ってみて、ラバッと。いた。いただきます。どう。おいしい。本当おいしいですね。これいくらでも食べれますね。